こんにちは、こんばんは、マクティです、今日はですね、雪道走行のスタッドレスの、感想を述べたいと思います、スタッドレス、こちらはネクセンのウィンガードを使ってるんですけども、結構高速での走行も良いということで使ってます。ロードパターンとしては、こんな感じの、スタッドレスになっています。まあ、日本のタイヤとね、ちょっと性能が違うのかどうか興味がありました。雪道求めて行ったのはですね、栃木県のいろは坂です。こちらはですね、雪が一昨日降った感じで、登っていく途中から雪がある形でしたね。下の方は全然雪がなかったので、まあ、下の方から行った方はノーマルタイヤでも登っちゃった方もいましたけども、自分はスタッドレス履いてたので、難なく登ることはできました。しかし結構ですね、凍ってまして、ツルツルなところでした。いろは坂に来るまではですね、東北道路でずっと上がってきて、その後日光道路ですか、ずっと横断してきた形ですね。高速性能もやはり言われた通り結構いい感じで、寄れる感じもあまりない高速道路のスタッドレスの性能でした。こういったコーナーのワインディングもですね、結構、いい感じです。で、雪道ですね、結構滑るかなと思ったんですけども、このぐらいの雪道ですね、全然問題なかったです。で、ここからだんだん雪が積もっててですね、あ、ここですね、ここで車が1台、2台と、ノーマルタイヤなんですかね、止まっちゃってましたね。で、この後のこういったコーナーもですね、結構ここ滑ってます。で、 TTC これオンにした状態で登ってますが、割と4輪とも滑って登っていく感じでしたけども、難なく登れてますね。こういったところの性能は良かったんじゃないかなと思います。そんなに怖さもありませんでしたね。こういった、もうここもテカテカで、またここでですね、こういった2台ですね、こちらも止まっちゃってますが、これもノーマルタイヤでしたかね、それも、結構、止まっちゃってる形ですね。まあ、その後こういったスタッドレス履いてる方と一緒に登っていく感じですが、ゆっくり登っていく分には全然滑らず、普通の砂道みたいな感じでした。頂上はですね、この南大山の望む頂上の駐車場、すごく寒かったです。もう凍えるような寒さでしたね。マイナス多分10度ぐらいいってたんじゃないかなってぐらい寒さでした。この撮影ビデオですね、ユピテルのドラレコと、まあ、GoPro の GoPro8 を使ってるんですけども、こちらユピテルのトンネルに入るシーンなどのですね、光の変化、この捉え方などもなかなかいいんじゃないかと思います。で、トンネルから出た後もですね、綺麗な、映像が撮れてました。ここ下り道ですけども、結構下り道でブレーキなどテストしてみましたけども、割と止まると思えるタイヤでした。ネクセンでもですね、全然問題ないなぁって思います。結構ここもテカテカで凍ってましたけど、ブレーキを踏んでもですね、割と止まるという感じですね。まあ、そうは言ってもですね、スピードの過信はいけませんので、こちらは法定速度で走ってる感じですね。無事頂上についてですね、中禅寺湖、こちらの方もですね、青空の中、結構綺麗な、景色が見ることができました。やっぱり雪景色ですとね、車は真っ黒系で汚れますけども、こういった青空と真っ白な、銀世界がかなりいい感じでした。GoPro のこの映像もですね、結構綺麗に撮れるのでお気に入りになりましたね。ご覧いただきありがとうございました。寒さ応える冬ですが、スタッドレスで楽しみましょう。ではまた。